ナショナル銀行は、ブラジルに、かつて存在した銀行である。1940年代当時ブラジル最大の銀行だったバンコダラボウラにおいて、当時34歳で、同行の支配人だった銀行家、ジョセジ・マガリアン・イスピントによって、1944年に、ミナスジェライス収集とのベロ・オリゾンテで設立された。当初の名称は、バンコナシオナルジ・ミナスジェライスとした。 翌1945年に、政党、国民民主連合の創設メンバーとなった、マガリャン・イスピントは、1946年からは主に、ミルトン・カンポス州知事の下で州の財務を担当し、1961年には、州知事に当選した。この時期、東高は、ミナス・ジェライス州と宗教を接し南に位置する、リオデジャネイロ州を中心に業務を拡大し、 ブラジル最大の銀行の一つとみなされるまでになった。1964年の軍事クーデターに際しては、マガランイースピントがそれ以前から利面で、社会科学研究所に援助するなど、軍部の反乱勢力を、側面から支援していたため、クーデター後に財産を大幅に増した。マガランイースピントは、他行6行をヘドし、結果、当初のナショナル銀行を中心に1972年に、 ナシオナル銀行が誕生した。その後も大銀行としての地位を保つが、1980年代にマガランイン・スピントが健康外資政界を引退し、加えてマガランイン・スピントの政界引退と同じ1985年にブラジルが軍政から民政に移行すると当銀行が背景としてきた政治的影響力も急速に失われ、 1994年にはブラジル中央銀行による金融再編計画である再構築促進プログラムの対象となり、1995年に同国のウニバン港に吸収され消滅した。アイルトンセナ広告紙としてはブラジルの広告紙に残る存在といえ、国内ではニュース番組ジョルナルナシオナル放送開始当時のスポンサーとして国内外においては F1 ドライバー、アイルトンセナのスポンサーとして知られる。ジョルナル・ナショナルは、同国最大のテレビ局であり当時リオデジャネイロ市に、本拠を置いた t v グローボによって放送されている、ニュース番組で、同番組が放送を開始した1969年9月当時、ナショナル銀行は、その最初のスポンサーとなった。t v グローボは当銀行への配慮から番組名に、ナショナルの文字を入れ、 今日、同番組は同局の看板ニュース番組であるばかりでなく、ブラジルを代表する国民的ニュース番組ともなっている。しかしながら、同番組があまりにも有名であるため、歴史を経た今日では、一企業に過ぎないナショナル銀行と同番組との関係を知らないブラジル人も多い。F1 レーサーのアイルトンセナへのスポンサードは、同選手のカー,ート時代から始まり、結果、 大銀行といっても、基本的には、ブラジル国内のみで営業しているに過ぎない、当銀行の名を世界的なものとした。ナシオナル銀行からセナへの資金提供は決して、莫大なものではなかったが、セナは、マクラーレンやウィリアムズといった F1 のトップチームに対しても、ナシオナルの文字とロゴマークのためにレーシングスーツとヘルメットの目立つ部分を用意させた。セナが常に被っていた、 ナショナルの文字とロゴがついた青い帽子は特に有名であり、セナのパーソナルグッズとして認知され、日本のレーシンググッズ販売ショップ等でも購入することができた。セナが死去し、ナショナル銀行もすでに存在しなくなった2000年代の今日に至るまで、その帽子はレース開催日のサーキットで見かけることができるほどである。ありがとうございます。